100式3 7ト、mm、ル戦車砲とは、大日本帝国陸軍が1939年に開発を開始した、合計3 7トルの戦車砲、98式系戦車の手法として、少数が使用された。1939年当時、94式3 7ト、mm、ル戦車砲の威力を向上させ、94式3 7ト、mm、ル砲と、 弾薬等を共用することを目的として98式3 7ト、mm、ル戦車砲を開発中であったがさらに同砲の初速を向上させ車載機関銃と同軸としたものを手に車装備用として研究着手し同年12月施政法を発注した翌1940年8月第一回試験を実施同年9月には車載重機関銃と小巡具を装着して 昨日、高換性、弾道性試験、同年10月、ケニシャに搭載して、射撃試験をそれぞれ実施した。翌1941年2月陸軍戦車学校、及び陸軍機兵学校に委託して、実用試験を行った。この結果実用に適するとの判定を得た。この後さらに実用試験の結果を踏まえた修正を、施し、修正試験を実施した。 以上の結果機に射整美容として適当であると認められ、正式制定を上進した。本法は98式 37mm 戦車法、同様の構造だが、方針は延長され、法側は97式車載重機関銃との総連とされている。砲塔の旋回によらず、法側自体が固有の方向車会を持ち、片当て式標準であることは90式 5cm。 7戦車砲以降の日本陸軍の中、昇降系戦車砲同様であった。本砲は、94式 37mm 砲や98式 37mm 戦車砲と弾薬は、同一であり、共用可能であった。大阪造兵廠第一製造所の1942年10月末の、下砲製造完成数によれば、 この時点での本砲の累積製造数は40問であった。本砲と貫通威力が禁じすると思われる94式 37mm 砲の場合、94式鉄鋼弾の装甲板に対する貫鉄能力は 350m で 30mm、800m で 25mm、1000m で 20mm であり、一式鉄鋼弾の貫鉄能力は、 第一種防弾後半に対して、射距離1000メートルで25ミリメートル、方向前では50ミリメートルであった。また1942年5月の資料によれば、94式37ミリメートル砲は、姿勢鉄鋼弾である弾丸鋼、第一種平成単型鉄鋼弾を使用した場合、以下の装甲板を貫通するとしている。94式37ミリメートル砲を路角した。 アメリカ急陸軍省の1945年8月の情報資料によれば垂直走行に対して射距離0ヤードで2.1インチ、射距離250ヤードで1.9インチ、射距離500ヤードで1.7インチを貫通するとしている。ただし使用弾種は94式鉄鋼弾となっているが、貫鉄威力が日本側の一式鉄鋼弾のデータと禁似していることから、 米側の表記ミスか双方の鉄鋼弾を混同した可能性がある。これらの鉄鋼弾は弾頭内に策略を有する鉄鋼流弾であり、貫徹後に車内で炸裂して乗員の殺傷及び危機器の破壊を行うのに適していた。ありがとうございます。